E32018 に展示されたバイオハザード RE2 のブースバイオハザード RE2 は2019年1月25日にカプコンから発売されたコンピュータゲームであり1998年に発売されたバイオハザード2のリメイク版にあたる物語の大筋はバイオハザード2と同じであるが主要人物以外の人物の行動や点末は 大幅に変更されており、新たな人物も追加されている。また、クリーチャーについてはゾンビが、登場人数や、容姿の種類を増やされた一方、登場そのものを見送られたクリーチャーもいる。2に収録されていた、ザ・フォース・サバイバーや、ザ・ドーフ・サバイバーも、それぞれ、RE-2 に準じた内容で収録されている。2002年の時点では、ゲームキューブ版2が、 リメイクという位置づけになる予定だったが、当時開発中だったバイオハザード4の作業に支障が出る恐れがあるとして、シリーズ総括の三上真嗣から却下された。2008年、シリーズ内の武器デザインなどを担当していた当時、バイオハザード5のプロデューサーを務めていた竹内淳は、一のように、いつか本作のリメイクをしたいと話していた。二のリメイクの要望はかねてよりカプコンに多く、 寄せられており、2014年1月にはイタリアにて、ユニティを用いた、非公式リメイク作品、レジデント・エビルにリボーンの開発が開始されたが、カプコンとの話し合いを経て2015年8月には、開発が中止された。それと、同時期に、カプコンは、2のリメイク計画が進行中である旨を公表した。2018年6月には、バイオハザード RE、 にのタイトルで2019年に発売予定であることが E3 にて明らかにされた。2018年7月3日にはゲームクリティックスアワーズベストオブ E32018 のベストオブ賞を受賞した。開発は2015年8月に開始され、完成まで3年が費やされた。カメラシステムにはバイオハザード4でナンバリングタイトルとして 最初に採用された肩越しの3人称視点を取り入れ、エンジンにはバイオハザード7の RE エンジンを採用している。これについて RE2 のプロデューサーである神田剛は7のような1人称視点も検討したが、レオンとクレアという人気の高いキャラクターを大事に表現すること、とにかく怖いゾンビを表現することという理由から3人称視点を取り入れたと語っている。 開発チームは2つのシナリオに集中してもらいたいと考え、RE、ニオレオンとクレアの2人のシナリオとして作り上げた。それと同時に、2のザッピングシステムのように、2人のシナリオを通じて、全貌が見えてくる仕掛けも取り入れた。登場人物などは、2とほぼ同じだが、ドラマ性を強化するため、仕掛けや演出などが変更された。例えば、マービンの場合、二では、 レオンとクレアに出会った時点で、ロッカーの前に座り込んだまま動けないほど弱っていたが、本作では、まだそこまで弱っておらず、彼らに協力する。また、2におけるエーダはスパイとしての要素がぼかされていたのに、対し、RE、2では、プロ意識とレオンへの配慮の間で葛藤する、キャラクターとして描かれた。さらに、アイアンズも、2より、出番が増えており、2では、所長室で、 初登場したが、本作では地下駐車場で初登場する。キャラクターのモデリングには7でも採用されたフォトスキャンが用いられた。例えばレオンの服装の場合、映画の衣装デザイナーらの協力を得て実際の服を作成し、その服からデータを取得するという手法が取られた。ににおけるシェリーのデザインは設定年齢より幼く、 服装もシンプルなセーラー服だったが、RE-2 では都市総合のデザインに変更され、服装も1990年代後半の制服らしさを出したものに変更された。RE-2 のゲームディレクターである門井和則は2018年12月の合同インタビューの中で、シェリーを子供という記号ではなく、ちゃんと人格を持った人間として描きたかったため、 あえて大人っぽい用紙にしたと述べている。また、RE2 において、アイアンズやクレアに、シットやファックといった汚い言葉を使わせた意図について、開発スタッフは、シェリーの危機器を伝える演出として使わせたと、2018年12月の合同インタビューの中で述べており、ゲームで描かれている状況は、ネイティブスピーカーが使っても、おかしくないと話している。 クレアのデザインは一発で決まったのに対し、エーダのデザインの決定までには時間を要した。チームディレクターのアボヤスヒロはファミツーとのインタビューの中でみんなが持っている映画像に仕上げるのがすごく大変でしたね。と振り返っている。プレイヤーキャラクターの肩越しの三人称視点でゲームが進むことからビジュアル面も強化された。ビジュアル面においては ウェットダークネスというコンセプトが掲げられ、水の表現が強化された。角井は2018年12月の合同インタビューの中で濡れている様子が不潔感や不快感につながると述べており、同席していた RE2 のチームディレクターであるアボヤスヒロも濡れている方が生物の生感をうまく表現できるんですよね。皮膚もカサカサしているよりも濡れている方が 生っぽいんです。と述べている。一方で、グラフィックの向上により、アイテムと背景の区別がつきにくくなってきたことから、バイオハザード HD リマスターで採用した、マップ上に、アイテムの有無を示す手法が取られた。2では、カメラのカットを利用して、先に進む恐怖を演出していたのに対し、RE、2では、曲がり角や、全体の明度を落とすといった演出が取られた。 怖いゾンビを表現することには特に力が入れられており、ゾンビの歩きモーションの多様化や倒れ込んだ後に再び起き上がるといった表現が取り入れられ、同様の理由から倒した後に部屋へ戻ると姿を消すという演出が取り入れられたほか、レオン編でエーダを操作するパートでは、レオンのアイテムを引き継げないようにし、エーダが使用できるアイテムもハンドガンに限定した。 素早くて恐ろしい敵はゾンビである必要がないことから、開発スタッフはゾンビを走らせないようにした。さらに、2では完全に倒したことが、周囲に広がる、地の表現でわかりやすかったのに対し、RE、2ではあえてその表現を入れず、完全に倒したかどうかをわかりにくくした。一方で、ゾンビは建物に侵入する存在として、設定されており、木の板で塞ぐことで、 侵入率を下げられるようにした。タイラントはテキスト上の設定をもとに再構成された結果、帽子を被ったデザインへと変化した。それと同時に、帽子を打ち落とすことにより、二のような姿が見える演出も付け加えられた。また、プレイヤーの恐怖感を演出するため、タイラントが立てる物音が聞こえやすくなったほか、タイラントが来た時に音楽が変わる仕掛けも施された。 G 生物の第一形態については腕の目を狙いたいというプレイヤー心理に応えるべくその部分を弱点に据えた一方を見と目は2のままにした恐怖の演出には難しさも重要であるという角井の考えから RE2 の難易度はシリーズ過去作と同じ難度でも難しく感じるように設定されたプレイヤーキャラクターの移動速度はマップの広さや 敵の性能などを加味した上で、あえて遅く設定された。また、プレイヤーに、どのアイテムの主捨選択を、試行錯誤してもらうために、アイテムを持てる量もあえて少なくした。アイテムのうち、ナイフは性能を強化させた一方で強度を下げ、それに伴い入手率が上げられた。開発中は、スタンダードよりも低い難度の、アシステッドの難度も高めだったが、安保の要望を受け、 最終的には難易度が下げられた。2017年1月、英語版 RE2 の声優には2の声優を起用しないことが明らかにされ、英語版のキャストは完全に一新されている。なお、2でレオンを演じていたポール・ハダドは2020年4月15日に死去しており、本作でレオンを演じたニック・アポストリですが、あなたが真のレオンだと、 涙ながらに語るビデオメッセージを公開している。2015年8月13日にのリメイク版の開発が発表され、2018年6月12日に開催された E3 の支援カンファレンスにて、バイオハザード RE2 のタイトルと発売日が発表され、後に2019年1月25日に発売された。対応機種は、PlayStation 4、Xbox One、Windows。 また、4K 画質および60枚秒をフレームを誇る、PlayStation 4 Pro と Xbox One X にも対応する予定である。国内での製品は、セロのレーティング区分が、セロ、D に準拠した通常版、バイオハザード RE2 と、セロ、Z に準拠した、バイオハザード RE2Z バージョンの2ラインナップで行うことが、発表された。また、 日本語音声も収録されることが決定した。2019年1月11日から31日までの間、本作の体験版、バイオハザード RE に1ショットデモが配信された。30分で遊べる、この体験版は世界観を体験してもらうために配信されており、あえて製品版とは若干の差異を持たせてある。 RE2 では複数の DLC が配信される予定である。このうち、エクストラ DLC パックは2の BGM に切り替えられる機能に加え、ボツキャラクターであるエルザをモチーフにしたコスチュームなどが収録されている。この DLC は、コレクターズエディション及びデラックスエディションの特典の一つとして収録されているほか、2019年1月25日には、 本編と同時に発売された。2019年2月15日には、無料 DLC、ザ・ゴースト・サバイバーズが配信された。難易度は、簡単な順に、アシステッド、スタンダード、ハードコアの3つ、以下の特徴がある。登場人物の詳細については、バイオハザードシリーズの登場人物を参照。G ウイルス開発者 USS 隊員その他、春一マイン、ユキ座と、 ジャネット HSU、AH、ピーター・ファビアのオリジナル版より登場クリーチャーが絞られており、オ多くも、モース・ジャイアント、ドク・イビー神登場。また、イビーの設定が大きく変更されている。ラージ・ローチは登場はしているが、プレイヤーには一切攻撃してこないので、実質的には背景と同じである。レオン編の武器、クレア編の武器その他、RE-2 では、 メインの銃器とは別に、サブウェポンを装備し、敵への攻撃や、敵から攻撃された時の緊急回避に使うことが、できる。週刊ファミ通1572号のクロスレビューでは、ランブ吉田が9点、ジゴロアシダが9点、クシダナムコが10点、卵を守るアマミヤが9点をつけ、合計40点満点中37点で、プラチナ殿堂入りを果たした。ありがとうございます。